チョリース若いチョリース若いこれ筋取ったでね、俺爆発しましたね。ちょっとね、癖になったもんね。また切れるでね、やっぱね。もうまたブチ切れる。ちょっと見とってよ、視聴者の皆さん。あの、うっとうしいコメントだけは入れてこんで、マジでムカついてくれて。おはようございます。お疲れです。お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。お、新人ハクボです。ハクボ、はい、タクボくん、お願いします。今日から、今日から、今日から YouTube 見て。広島、広島ですね。ヤクマでお疲れ。あ、お疲れ様です。いただきますかね。お疲れ様です。どうするっけ、何撮るの今日は。まあ、鉄骨の塗装ぐらいじゃないですか。え、鉄骨塗装。鉄骨の塗装、何それ。今鉄骨塗ってるんで。あ、なんか足場もかかってんやろ。そうですね、鉄骨階段だけなんで、向こう側とこっちと。あんま取れたかないかもしれないです、足場ないと。なんで、はい、絵にならんくないですか、足場ないと。絵にならんのに、なんで俺来た。はい、まあ、なんで俺絵にならんのに来た。解散もおるからいいなと思って。ん、解散も来るからいいかなと思って。普通の現場って何も言ってないよ、来てる時。はい、来る時何も言っとらへんよ。まあまあまあ、今日か、来た。いや、来るみたいなことはきちらっと聞いてました、ね。あ、待っててください。あ、来るって別に YouTube とかじゃなくて、うん、ね、あ、これ何、はい、鉄骨だけ。鉄骨だけです。これ足は具合的に入れなかったじゃん。まあちょこちょこ部分部分でやらせてもらってるんで、結構前からのお客さん。まあ足場かけたらやれるでしょ。まあでも今回は、まあ、鉄骨階段をっていうことだったんで。もう営業だもん、取れるでしょ。取らなかったでしょ、逆に。提案して、俺からしたらもうこうやって提案して、やっぱ家は守らなかったから、屋根と一緒にやった方が安いですよって言って。まあそう。取らなかったでしょ、普通は。何年やっとるの、そうですけど。まあ、自分何年やっとん。でもまあ、やっぱりそのお客さんの要望もあるじゃないですか。なあ、ジャグマル。はい。俺が営業取った時なんか全部仕事を全部が一つやったろ。あ、はい。はい、これは鉄骨だけ取っとったの、しょうもねえな。これ何で、何、足場ないの。足場もかけるの。足場っすか。足場いらないっすか。んいらないっすか、足場。そんなことないでしょ、足場。だって、何人見て、どうぞ。7人。え、7人。7人、はい。だってお前らもあれだろう、このまま足場あったらもっと早く終わるだろう。はい、そう。あ、はい。で、ちょっとお前もちょっとこっち来い。はい、はい。もうこのまま足場かけてくれって今なの。あ、はい、はい。こんなん足場いらないっすよ。手届きますもん。何でしょう。大丈夫、まあ、でも、まあ、港の現場あったろ。はい。ここに抜けてきとんなの。もったいないやん。坊主できるやん、足場かかって。足場かかってないもんね、こいつからでしょ。じゃあ足場、まあ、足場あった方がそれはやりやすいかもしれないですけど、大体、うん、ちょっと、お前ちょっと止めろ、お前それ。はい。いい、ちょっと止めろ。大体。お前も止めろ。YouTube で見てる。足場どうのこうのって工程見るの俺っすよ。いや、それは知らんけど、俺だったらこんなくだらんことやな。じゃくだらんくだらん。営業でも何でもない。現場管理もできてない。じゃ現場管理とかそういうことじゃなくて、工程見とんのもこっちやし、社長ただ YouTube 撮りに来ただけじゃないですか。大体今日だって許可も取らずに来て。許可、いや、取ったの許可。はい、連絡はしましたよ。来るって言っただけだろ。それ連絡しました。YouTube で僕が行くってイコール、別に撮影じゃないですか。はこっちは現場回してるじゃないですか、こいつらは、うん、俺だって現場の工程見てるん で、うん、で急に来てとやかく言われる筋じゃないかなって。お前らの現場の管理がしっかりしてるな。俺もいち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 この現場でまだ口挟まる。何年やってんの、ちょ会社って。お前見えへんだろ。はい、ちゃんとやってらんか、この現場。まあ、この間はなんか変なブッサイクの女指名して。何やれ、あのブッサイク。今日あんな指名したんじゃん。社長だって40代のババアと下で手繋いとったじゃないですか。あれ38歳。でどっちでもいいっすね。この間なんか焼肉屋行って変な50ぐらいのやつ電話番号聞いとったやん。まあ、礼儀手繋いぐらい礼儀ですよ。社長だってあのメイドカフェで16の小娘と写真撮っとったじゃないですか。ニヤニヤして背払って見せましょうか。で笑ったよ、お前。はい、怒ったな、お前。はい、分かった。
止まった。はい。ちょっと後半悪かったね。後半悪かったね。ビビった。最初ビビった。最初はそう。そう。途中から気づいた。最後の下りで。こいつ初めて、もうこいつ初めてなんで練り替えてほしい、切れるところ見せたろうかな。かやくん演技下手だったの。まあまあ、しゃあないですよ、しゃあないです。はい、じゃあまあ今日これぐらいにしましょうか。はい、じゃあそれではチャンネル登録お願いします。お願いします。いいねもよろしくお願いします。お願いします。久々で忘れちゃったわ。はい、また見てね。見たくないやつはいつでも見んでいいよ。アンチコメント待ってるぜ。早く下手すぎる。急に来てできないっすよ。俺さっき来たばっかっすよ。チャンネル登録お願いします。